す、こんにちは。しょっちゅう。ほっバカやってんじゃないよ。バカやってんじゃないよ。あ、なんか喉痛い。なんでやろ。ええー。このクソ暑いね、喉痛い。あんた。はい。僕もたまにはこんなん食べますね。万代のお肉屋さんと、何？共同開発。うっす。え？何これ？なんで喉痛い？クーラーなんかかけてまへんで。ああ、かけてるかけてる。けど、ここのアパートのね、住んである人はね、みんなクーラーかけてはれん人多いと思う。窓よかドア開けてはるもん。すごいよみんな。はい。いただきます。強靭やわみんな。うちは逆にね、扇風機がおませんねん。扇風機ない家も珍しいんちゃいます？ここ何年？ここ何年？ 5 年ぐらいはないよ、扇風機。このボロアパートのええとこはね、クーラーかけてますやん。で、まあ切りますやん。うん、どっか出かけますやん。で、帰ってきますやん。ほんならね、めっちゃ冷やこいん。ええ、クーラーかけっぱなしとか一瞬思うぐらい。それはすごい。っていうかなんぼでした？ 350 円？普通だったら こんなゆっくり食べてる場合ですよ。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。